2009年、WSJS マイケル記念は、アイルランドの元騎手である。ティッペラリー県出身。香港における名前の中文表記は、ノー。20年以上にわたりアイルランド、イギリス、フランスのクラシック競争で活躍し、2000ギニーは3度、エプソムダービーを3回、そしてアメリカ合衆国でも、ベルモントステークスに勝った世界を代表する名騎手の、一人である。 1988年から2004年の間に12回アイルランドリーディングジョッキーになっている。父トミーキンレーンは、騎手で1978年のチャンピオンハードルをモンクスフィールドで制したナショナルハントのリーディングジョッキーである。1975年、アイルランドの長距離シリアム・ブラウンに弟子入り。同年3月19日にレッパーズタウン競馬場で初勝利。 1978年にアイルランドの見習い騎手チャンピオンとなる。1982年にアイリッシュ2000ギニーを優勝し、クラシック初制覇。1984年からはダーモットウェルド。1998年からはエーダン・オブライエン。2004年からはジョン・オックスと主戦騎手の契約を交わしており、タジョン・マグナー、香港のデビット・オートン旧者とも関係が深い。 ドンシャン競馬場やエプソム競馬場の大舞台を得意としている。1999年エルコンドルパサーが外旋門賞に出走した際にはモンジュで2005年前のロブロイがインターナショナルステークスに出走した際にはエレクトロキューショニストでそれぞれ海外遠征した日本馬を打ち負かしていることで知られる。そのためジャパンキラーの異名を持つ。ただし日本馬に乗るとなかなか勝てない。 近年は日本の競馬雑誌サラブレにおいて日本の GI 競争に関する評論を行っている。2007年12月19日に地震発となる日本中央競馬会の短期免許を12月22日と12月23日の2日間だけ取得したことが発表された。身元引き受けは堀信幸厩舎と吉田和美オーナーで第52回有馬記念では ポリ級者所属で、吉田の所有馬であるロック・ドゥカンブーに騎乗した。同レースには初参戦であったが、結果は4着であった。2009年外戦門賞を、シーザースターズで静止同レース3度目の制覇を成し遂げた。同年12月、現役引退を表明した。ありがとうございます。